で、なにそのゴリラはどうして動こうとやるわけないでしょ。やるわけじゃないですけど、うん、その河川の関連さんつって、うん、その持ってた刀の主が、はい、ああ要は家臣を36人切り殺したっていう、ああそういう気性が荒い刀なんです。だからそれも刀だから、こいつはここにあるんだけど、そうでもなんか和歌とかそういう歌とかを愛したキャラクターだから、普段はインテリジェンスなんだけどなんかちょっと血の気が多いから、刀を押すとこうゴリゴリになっちゃうっていうので無限ゴリラらしいんですよ。切れちゃうんですね。ありがとうございます。初歩的な質問、刀って全部で何人いるの？今回は8振りです。あれって読み方振りって言うんだ。おはようございます。おはようございます。キャスト最後の査定です。いつもありがとうございます。最近登場回数が多いですね。そうですね、なんか嬉しいことです。これね、ゴールデンウィーク明けだったんですけど、はい、いかがでしたか？ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークはちょうどあの刀剣乱舞の稽古が始まったので、まあそんなにゴールデンウィークらしいことはしてないですけど。あ、休めてなかったから。そうですか。それすいませんでした。いやいやいや。なんかもし休みがあったら何かしたいことありますか？休みがあったら、そうですね、あの去年はあの広瀬智樹君とビアガーデンに行くという約束をしたんですが、結局行けずだったので、今年はあの2人で行こうねということを言ってたので、もう時期的にもね、だいぶビアガーデンにいい季節になってきたので、今年は行きたいなと思ってます。なんかあれだね、カラコン？いや、上にくっきりしてるよね。茶色いから。しかもその茶色の外側が黒がしっかりしてるから。リファイン。でしょ？そうそうそう。リファインだよね。全然リファイン。みんなをあの落ち着かれるとか、そのリーダー的にリーダー的なポジションっていうか、あのちゃんと優れたというか、普通の宮古こうだね、こうしなさいって言わないタイプなんです。言わない一番とぼけてる。どうなんだ。今ねゴールデンウィーク明けですけども、明けですよ。いかがでしたか？僕ゴールデンウィークがあの本番じゃなかったのが初めてなんじゃないですかね、デビュー以来。稽古してました。皆さんはどうお過ごしでしたっていう時期でもないだろうなって思うんですけど、今年のゴールデンウィークもね、なんかいろいろ皆さん多分こうご家族とかでも遊びに行かれたんでしょう。なんか楽しかったんだろうなっていう声を電車の中で聞いてました。
あまりそんなに休めてなかった感じですか。あー、そうですね。でもあれです、本番じゃなかったんで、なんか久しぶりに、あ、ゴールデンウィークなんだなって、なんかいつもとは違う感覚で楽しみました。実感的な、実感的な。キャストサイズさんでは初めて、初めてだね。初めてですね。同級生コンビです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと寄っちゃいましょう、もう一度。ありがとうございます。じゃあ、数えて、3で3枚。3、2、1。OK ね。3、2、1。お二人とも、ちょっと向こうの方に体を向けるぐらいで、数回目からもういいですね。ちょっと、肩と、そうだね。それね、ありがとう。オッケー、ありがとう。壮絶な撮影だったね。疲れた。いや、こんなことはまだ。疲れた。すごいよ。すごいですね。風と戦い。花粉ほぼそれ今日花粉がすごいみたいですね。すごかったです、うん、今日。いや、撮影の時に花粉がひどいと多分大変なんだろうなと思って。こう他人事でしょ。もうそう、俺ね、花粉が分かんないんですよ。花粉症の方もいらっしゃるでしょ。っていうか多いでしょ。むしろ多いですよ最近、うん、僕の疑問言っていい？花粉症の人、うん、今日花粉すごいんだよねってよく聞いて何超能力見えんのよ。すごいよね。あるのよ。物量がね、すごい時とそうでない時が。花粉症わかんない人からしてみたらそれがピンとこないからさ、当然のように言われるんだけど、すごいなって思う。すごいよね。もう宇宙人みたいな感じでしょ、うん、そんな違いがわかるんだよわかんのよ、これが。広瀬智明ってやつがいて、うん、あいつと去年ビアガーデンに行くっていう約束をしたんだけど、うん、叶えられなかったから、うん、今年行こうかなと行ってきた。まだ行ってない。まだ行ってない。そう、まだ行ってない。そうだな。今年でもね、スイカが好きだからさ、毎年スイカ食う食うって言うの。送るっつってんのにさ送るっつってんのにね、もう帰ってこないから返事が。もう今年はじゃあ送りますよ。本当に送りますよ。じゃあ今年はたくまくんがくれたスイカをありがとうございます。言ったぞ今もう、うん、お願いします。皆さんでまた猫ビアガーデンとか見るから楽しいですね。そう、確かに、うん、行きたいね。まあこの刀剣乱舞の座組だとさ、すごく大人数だけど、でも男しないしかいないっていうのもあってさ、すごいワイワイそうな時さ、楽しそう。おしゃれなビアガーデンでちょっとスイカ愛してすごい怒られるねはい、ありがとうございました。ありがとうございました。